XM25 ユースは、かつて、アメリカ陸軍で開発されていた、エアバーストグレネードランチャー。XM25 を構える、兵士榴弾を、目標の上空で炸裂させることで、遮蔽物の後ろに、いる敵を攻撃できる武器で、開発が中止された、XM29ICW の派生型として、開発された。アフガニスタンで実施された実戦テストにおける評価は、高く、 試験が終了して、本武器を回収する際に、兵士たちが返したがらなかったというエピソードもあるほどで、現地の兵士たちからは、パニッシャーというあだ名まで付けられていた。頭文字の X は試験中の装備を意味しており、正式採用後は外されると思われる。現在の正式名称は、ユースではなく、カウンターデフィオレイドターゲットエンゲージメントシステムとなっている。XM25 は、 内蔵されたレーザーレンジファインダーで目標までの距離を測定し、いてが目標の前方3メートル後方3メートルまでの間で起爆位置を設定すると、薬室に装填された2 5トル弾の新艦に新艦速号機が自動的に起爆位置を入力する。発射後は2 5トル弾が自らの回転数で飛行した距離を測定して事前に、 決められた距離に到達すると起爆する。2 5ト、mm、ル弾は目標の上空で起爆することで目標が残豪やタコツボ、建物の中に隠れている場合でも被害を与えることができる。開発は H&K、アライアントテックシステムズ、火器管制システムなどを担当した L-3iOS ブラシアーの3社で行われた。 1>, 1兆3万から3万5千ドルで購入された初期型は2010年8月からアフガニスタンで実践テストを行っている。アメリカ陸軍は2011年に1万2500兆の XM25 を1兆2万5千ドルで購入する予定であった。当時は一発1000ドルする。 エアバースト弾も本格的な生産が開始されれば一発35ドル程度まで価格が下がるとされていた。2013年2月2日、実弾射撃訓練中に爆発事故を起こした。このため、XM25 はアフガニスタンでの運用から外された。また、この問題の懸念を受け、2013年6月に XM25 の予算が打ち切られた。 その後2015年10月に次期バージョンの開発を発表するなど作装した状態が続いていたが2018年7月24日付で正式に開発を中止した XM25 の試作品の一つ UShip 名祭で塗装されハンドガードにピカティニーレールが取り付けられていないなど現在使用されているタイプとは仕様が異なる x p e n d a b l 3ワールドミッション アメリカ国防高等研究計画局に所属するマーズがアメリカ軍兵士たちに本銃の威力を展示するために演習場で使用する。アジン、タイアジン特選軍の装備として登場する。アジン対策に改良されたテーザーガンやスモークグレネードと共に使用される予定だったが、アジン側の EMP 発生装置による妨害により使用不能となった。 コールオブデューティーモダンウォーフェア3主人公らデルタフォースの装備品として登場。バトルフィールド4に援護兵専用のがジェットとして登場。メタルギアソリッド4悪と4内の北の通信塔を3階にて入手できる。フォートナイトバトルロイヤルモードのゲーム内武器、近接センサーグレネードランチャーとして登場。AB、パニッシャーゲッツイッツファーストバトルフィールドテス。 2011年3月8日ラン。パニッシャーギブスエネミーノープレイスツーハイド。2011年3月8日ラン。アービーセンディングプレシジョングレネードランチャーツーアフガニスターン。2011年3月8日ラン。 a r m y r e m o v s x m 2 5 f r o m s e r v i c e a f t e r i n c i t e n t m i l i t a r y t i m e s t c o m 2 0 1 3年3月5日リード・ジョン・ザ・セネート・ボンツ,ツー・キル・ザ・アーミー・エス・パニッシャー ーリンポリシー、http コロンスラッシュスラッシュ k i l l e r a p r、e、p s o f o r e i g n p o l i c y com スラッシュポススラッシュ2013スラッシュ06スラッシュ25スラッシュセナートレッキメンズカッティングキャッシューザアーミースパニッシャー2013年6月26日、閲覧アーミー SXM25 ケッツモア、パワフル stramlinedoptic-military.com2015 年10月14日 refinedxm2goforlaunch-shephardmedia.com2015 年10月14日ありがとうございます。